ブーン。こんにちは。ミントです。やはり、ホンダの F1 活動終了は、単に一つのメーカーの撤退だけでは終わりそうもないです。現在 F1 には、世界の多くの自動車メーカーの中から、わずか4メーカーしか参戦しておらず、そのうちの一つがなくなるということが、何を意味するのか、わかるような気がします。現在、ホンダのパワーユニットはレッドブルとアルファタウリに供給されており、彼らは2022年以降に使用するパワーユニットについて、現在様々な可能性を模索中ですが、最悪 F1 から彼らがいなくなってしまうかもしれないのです。今回は2022年以降のレッドブルとアルファタウリについて考えてみました。予算制限において厳しい要求を突きつけられるのなら、我々はタカテゴリーに目を向けなければならない。これは昨年2019年に2021年から導入される予算制限の上限額の引き下げが議論されていた時のフェラーリのマッティア・ビノットの発言です。このようにフェラーリは過去に何度も何度も自分たちの意見が通らないとその都度 F1 からの撤退を匂わせごねてきました。しかしフェラーリは他メーカーや他チームとは違い、 F1 をやるために高級車を販売しており、フェラーリイコール F1 とも言われているため、決して F1 から撤退することはないと思われています。ホンダ撤退後、独自のパワーユニットの道を模索しているレッドブルは、その絶対条件として2022年からのパワーユニット開発の凍結を条件に挙げています。さらにその条件がクリアできない場合、レッドブルとアルファタウリの2チームの F1 撤退をほのめかしているのです。これは先ほどご紹介した決して撤退することのないフェラーリの撤退騒動とはわけが違い、十分にあり得る話なのです。現状レッドブルのこの提案に対し、王者メルセデスは賛成しており、さすがとも言える反応を示していますが、ルノーは各メーカーのパワーユニットの性能が近くなった場合という条件付きで賛成すると言いますが、今年歴史的な低迷を見せているフェラーリだけはその提案を唯一反対しているのです。最終的には FIA がどのような決断をするかに注目ですが、状況はそう簡単ではないと思われます。 FIA がパワーユニット開発の凍結を決めた場合、当然ながらレッドブルとアルファタウリは F1 に残ると思われますが、またコロコロとレギュレーションを変えることにつながり、さらに今後同じような状況になった場合、その案を通さないといけなくなってしまうかもしれません。 F1 の収益事情、複雑なパワーユニット構造、数チームへの優遇で今現在の F1 が構築されています。これは全て FIA の決定で進められてきたことなので、彼らは自らの愚策による尻拭いを迫られているとも言えるでしょう。そして FIA がパワーユニット開発の凍結を拒否した場合、レッドブルとアルファタウリは本当に F1 から去ってしまうかもしれません。そうなると全8チーム計16台での戦いを強いられ、これを解決する方法として1チーム3台体制になるかもしれません。しかし予算制限を実施した中で参戦台数が1台増えるということは、チームにとっては運営自体が成り立たない可能性もあります。それを解決するために予算制限をなくしたり上限額を上げたりすれば、下位チームはさらに苦境に立たされることでしょう。このため今回のパワーユニット開発の凍結に対する FIA の決断次第では、レッドブルとアルファタウリを失うだけでなく、今後の F1 自体のあり方にも影響してきそうなので、非常に重要な決断になりそうですね。もしかしたらレッドブルは今の F1 に魅力を感じなくなっているかもしれません。しかしホンダという最高のパートナーを見つけたことで、フォーミュラ E やインディーなどの他カテゴリーに鞍替えする可能性もありそうですね。レッドブルとホンダが協力して市販車なんか販売したらどうなるのでしょうかね。皆さんは FIA がパワーユニット開発の凍結を認めると思いますか？
それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。